駅空港付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成道空港に駐機する、オリエンタルエアブリッジ DHC-8 から200駅空港は、長崎県駅市にある地方管理空港である。福岡市の西北西約 70km に位置する、駅東南東部の海岸。 つつ浜近隣に1966年開港。現在、オリエンタルエアブリッジ及び、同社とのコードシェア便である、全日本空輸によって、長崎線のみ運行される。一時期、Z 機が離着陸できるように滑走路を伸ばす計画も、あったが、機体の小型化や福岡便の廃止などにより、実現には至っていない。また、DHC-8 型は乗客及び貨物を、 満載した場合1500メートルの滑走路長が必要で、1200メートルの滑走路長では乗客を半数以下に抑える必要があり、ボンバルディア DHC-89200 の退役後の空路維持に懸念が持たれている。2006年4月1日、国土交通省大阪航空局及び気象庁、福岡航空速攻所の一期空港出張所が閉鎖と、 なり、現在航空管制業務は、福岡空港事務所が遠隔通信で、航空気象委託観測業務は、長崎県域空港管理事務所が移転の上、担当している。年間利用客数は、国内3万1767人。高能浦地区と空港を結ぶ、バス路線が運行されている。運行本数、運賃、経路等の詳細は、該当項目や公式サイトにて、 最新情報を確認されたい。インツー事故バス停は通過するため、インツージまたはマリンパルバス停で乗降する必要がある。ありがとうございます。